それでは、青年学院大学行ってみたいと思います。本日の文法の全体図はこちら。四択文法、正語問題、そして派生語でございます。合計11問行ってみたいと思います。鳥さん、画面上ですね、1問解いていただいた後、解説を1問聞く。そしてその後1問解いていただいた後、解説を1問聞く。この流れで行ってみたいと思います。そして次に繋がる情報が随所に出てきますので、それは最後に皆さんホワイトボードにまとめますからね。ですから皆さんはまず設問を解く。そして解説を聞く。そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで、頑張っていきましょう。すみません、こちら設問の指示の一読をお願いします。では皆さん、問いの A をお願いします。皆さん、まず空所の右側、目的語がキッチン、台所になってますよね。ですから皆さん、まず一番、ボイルだと皆さん、台所を茹でるという話になっちゃいます。そして皆さん、選択肢の2番も同じですね。台所を料理すると、できません。ですから、あとは3番か4番かということですが、皆さん、4番、レンド。もちろん、人に物を貸すんですね。ですから、第4文型でございます。ですが、皆さん、今回、空詞の右側、人に当たる語句がないので、4番、×ですね。ですから、正解は3番ですよね。台所を使いたい。台所をお借りしたいという話でございます。ですので、意味内容上、そして文法上、3番が正解ということで、よろしいかと思います。さあ、続いて問いの B をお願いします。さあ、空所の左側、フィールス。そのフィールの右側における品詞は皆さんご存知ですか？例えば気分がいい場合は feel good。そうです。形容詞を置いてますよね。ということは it が主語で feels が動詞。good に当たるここが形容詞でございますので保護ですね。つまり SVC。第二文型でございます。ですから形容詞を置かなければいけないんですが、皆さん選択肢の2番と4番ですね。softly。副詞になっておりますので、まずそれを削りますね。で、あとはちょっと話変わりますので、色分けさせてくださいね。選択肢の3番。まあ、もちろん形容詞はないので×なんですが、like は前置詞ですからね。ですからその後ろに soft という形容詞は置けませんね。ですから3番が×で、1番が正解ですね。soft、形容詞でございますので、フィールとの相性バッチリです。では皆さん、続いて問いの C をお願いします。これ、空所右側に it starts ということで SV が来ておりますので、この空所には接続詞を入れなければいけないですね。ですから、まず選択肢の3番の because of。これ皆さん、of がついてますから、前置詞ですよね。で、残った選択肢は全部接続詞でございます。ですから、意味で考えるのかなと思うんですが、皆さん選択肢の1番と2番。一方で、ということで意味同じですよね。ですから1番をもし正解としてしまうと、じゃあ2番はなぜダメなのか。2番を正解にしてしまうと、1番はなぜダメなのか。そういう話になってしまいますので、正解は4番ですよね。in case。うにゃうにゃする場合に備えてという意味でしたね。ですから雨が降り始める場合に備えて、傘を持っていきましょうね。という話で意味内容上、文法上4番でバッチリです。では皆さん、問いの D をお願いします。これ A さんがですね、ピザどうですかって言ってるんですね。で、それに対して B さんが Sure。ああ、もちろんですよ。と言っときながら皆さん選択肢の1番 Sorry。ごめんなさい。会話が成り立たないですね。そしてもう一回いきますが、ピザどうですか、もちろんです。選択肢4番。もう一回言ってくださいと。二人の関係おかしいですね。で、もちろん選択肢の2番ですが、出だしがこれですね。Would you like? ですから選択肢の2番の am という be 動詞ですね。それが出現する理由が見当たりませんね。ですから正解は3番ですよね。皆さん熟語でありましたね。Why not? そうしましょう。ですから皆さん、ピザどうですかに対して、もちろんです。そうしましょう。ということですので、文法的にも意味内容上的にも OK ですね。ですから3番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての設問でございます。指示の一読をお願いします。では皆さん、問いの A をお願いします。これは文頭にある all が単数か複数かでいけそうですね。
もちろん生徒さん全員と言っておりますので複数ですよね。となってくると皆さんこの student という下線部がダメですね。ですがそれを students に直せばバッチリですね。よって正解はこちらでよろしいかと思います。では皆さん問いの B をお願いします。皆さんこれは easy という形容詞の左側にマッチがついてますよね。もちろんそれは非欠球の強調表現ということでよろしかったかと思います。ですが easy ということで非欠球になっておりませんので、正解は easy。これを easier に直せばよろしいですね。デビさん、問いの C をお願いします。皆さん、ヒントは toward。もちろん前置詞ですよね。で、前置詞の後ろに動詞の原型は置けませんよね。ですが正解は solve。それを ing にして solving。こうすれば前置詞の後ろに置けましたね。solving は動名詞ということでよろしいかと思います。では皆さん、続いての設問の指示の一読をお願いします。では皆さん、問いの A をお願いします。これ空所の左側、B 動詞がいますよね。その B 動詞の右側における品詞は形容詞ですよね。ですから、センスという表現を形容詞に直せば、sensible、分別のある。もちろん意味内容上もバッチリですからね。もちろん道路でのお話でございますので、まず最初に左右を確認することなく、道路を横断するのは分別がないと。ですからセンシブルでバッチリです。では皆さん、続いて問いの B をお願いします。これ空所の左側に of という前置詞がいますよね。で当然前置詞の右側に当たるものですから、名詞が必要ですよね。ですから皆さん、interesting。これを名詞に直せば、interest。これでバッチリです。さあ皆さん、続いて問いの C をお願いします。さあ皆さん、これ空所の左側、we という主語がおりますので、空所には動詞を入れればよろしいですね。ですから、education。これの動詞と言われたら、educate。これでバッチリです。さあ、問いの D をよろしくお願いします。これ、空所の左側、漢詞の案がいますよね。ということは、空所には名詞を入れればよろしいですね。で、皆さん、injured。それの名詞と言われたら、injury。これで、バッチリです。さあ、皆さん、お疲れ様でございました。先ほどできた情報の中で、次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まずは一番、レンド。皆さん、連投みたいなやっぱり文型が言えるといいですね。これですね。SVOO 第4文型。ですから意味も単に貸すだけじゃなくて、O1 に O2 を貸す。こういう風に押さえておいた方が安全です。そして同じような感じで2番の feel。これもただ感じるという風に訳すんじゃなくて、SVC。つまり第2文型という風に意識しておいた方が安全です。先ほどの問題でもありましたが、feel の右側に設問が絡むことが多いですからね。そして3番 like の品詞は、前置詞ですね。もちろん、うにゃうにゃ好むという他動詞の働きもありますが、設問に絡む可能性が高いのはやっぱりこっちですね。そして4番、whereas。ホワイルとほぼ同じ働きでございます。かといってみせ、訳し方、うにゃうにゃしてる間ではないですからね。一方で、ということで、前後対比の関係でございます。そして接続詞という働きも意識しておきたいです。つまり、whereas の右側は SV。意味だけでなくて、用法にも気をつけてくださいね。そして、括弧5番の in case。うんたらかんたらする場合。ここで訳し方止めてしまう方は圧倒的に多いかと思います。だからこそ狙われますからね。うにゃうにゃに備えて、ここまで意識しておいていただいた方がよろしいかと思います。そして接続詞ですので、in case の右は SV が続きますからね。そして6番、why not? 直訳すると、なぜうにゃうにゃしないのということでよろしいかと思います。そこを意訳して前向きな発言。そうしよう。みたいな感じで捉えておくとよろしいかと思います。そして7番、非欠球の強調表現と言われたら、マッチ、ファー、イーブンでよろしかったですね。そして8番、toward の働きは、これも前置詞ですね。先ほど toward の右側は動名詞。それが問われておりました。そして9番、sensible。形容詞で分別のあるという意味でしたね。そして10番、interest。名詞の意味は、もちろん興味とか関心という意味でもいいですが、
入試で問われる可能性が高いのは利益利害関係ですね。そして11番 injury と言われたら名詞で負傷ということでよろしいかと思います。サムさん、改めて全体像をご覧になっていただいてですね、知らない知識はありますでしょうか。まあ、もしありましたらこの後ノートを取っていただいて、ノートを取ったらこれですよね、赤シートで隠してスラスラ言える、そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで参考になさってください。